すする TV。 ずるずる、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、リニューアルオープン以来久しぶりにこちら来ちゃいました。ドン東武アーバンパークライン東岩槻駅から徒歩5分くらいのところにありますオランダ軒さんにお邪魔してます。去年全国を回っていた時にリニューアルオープンして、その時にすすった塩ラーメンがもう本当に美味しくて、多分全国回ってて一番うまかったんじゃないかっていうくらい、僕の中ではかなり強烈な記憶に残ってます。実に半年以上ぶりくらいのオランダ軒ということで、めちゃくちゃ楽しみです。レッツゴー。さあ、オランダ軒さん、食券制です。今回は醤油チャーシュー麺にもちろんライス、そして味玉もチョイスしました。さらに店主さんが気まぐれで出しているご飯が進むチャーシューという激うまらしいチャーシューがこの日はあったので、そちらもお願いして待ってるぞ。こちらがオランダ軒さんの醤油チャーシュー麺に味玉トッピングです。のごーい、綺麗な醤油スープにぎっしりなチャーシュー、これだけでもかなり食欲をそそられるのに、超デカビジュアルのご飯が進むチャーシューも揃っちゃったので、早速いただきます。ではまずスープから。ヒュー、マイルドな口当たりの醤油に確かな生姜のアクセント。店主さん曰く夜はスープが煮詰まって、醤油のキレよりスープの濃厚さが前に出るらしいですよ。こりゃ昼夜2食すするに来なきゃ。さてお次はたっぷりなチャーシュー、パクリと食らう超めめー。控えめに言っても大大大好き。味しみもバッチリで油もとろけるうまさ。薄切りにしてあるのが逆にいいんですよね。ではいよいよ麺いっちゃいましょう。少しピロピロな麺を、はい、スルスル。おほほーい、ツルツルとした表面に噛み応えのあるアルデンテな茹で加減。マイルドな醤油がこれまたマッチしていて、さすがですよオランダ麺さん。さあ、そんなうまうま麺に乗って生姜の効いた醤油スープがやってくるのかと思うとすすりが止まりませんが、チャーシューからのアプローチもしっかり受け止めながらライスも食らっちゃいます。てな感じでご飯が進むチャーシューを食らう前にすでにご飯が進んでしまっていますが、ただただうまいという感情に身を任せていろいろ楽しませてください。ではお待たせしました、ご飯が進むチャーシュー、かなりの迫力ですがガブリと食らう。ゾレー、軽く炙られた香ばしさに加え筋のない柔らかさ、そしてさらにご飯が進むしょっぱめな味付けで文句なしの100点満点。一体このチャーシュー誰のだ。僕のです。さあ、こうなったら水も飲まずにバクバクと食らいまくって、メンマやほうれん草もいい仕事するじゃんって思いながら麺をすすり切ったら、胡椒をかけたチャーシューでご飯を巻く、名付けてオランダ巻きも楽しんでみちゃったりなんかして、ラストにトロトロで明らかにいい色をした味玉を食らいます。ってことで、もう丼を持って生姜醤油を体中に行き渡らせたら本日も完食です。大変美味しくすれました。体中に染み渡る生姜醤油スープの中毒性マジ半端ない。それではごちそうさまはいごちそうさまでした。いやオランダ軒さんに行ってきたんですけれども、いや美味しかったですね。優しくてマイルドな動物系の出汁を使ったスープにしっかりと主張してくる生姜、そして口当たりのいい醤油が本当に美味しかったですね。少しピロピロとした麺もスープとの相性バッチリで最高じゃない。そしてオランダ軒のチャーシューはもうこれよりご飯に合うチャーシューは多分ないんじゃないかっていうくらい、そのくらいやっぱご飯に合うチャーシューですね。店主さんの気まぐれのご飯が進むチャーシューも外は炙られていて香ばしく、そして中は柔らかくて味もしっかり染みていて美味しかったですね。遠くてなかなか来れないんですけど、定期的に行きたいなと思えるお店ですね。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、オランダ軒さん、オランダ軒だけど日本人じゃ。はい、話を聞いたりして、へえ、まあそれは多分、まあ、まだ来てない、まだ食べてないですか。他とはまたちょっと違う。終わり。